まあ、お前、広島決まって、まあ、J2 でプレイしてきて、J1 に行くことができて、こっからの、まあ、サッカー選手としての目標でもいいし、人生の目標でもいいし、なんか持っとるかな。ね、いっぱいあるさ。まあ、まあ、まずはやっぱ試合出ることだな、やっぱり。広島で。うん、広島で。まあ、そんな簡単ではないけど。うん、まあ、俺はできると信じてる。俺は自分のことを。そうやな、あとは。で、じゃあ、どうしようかな。まあ、目の前の目標、俺もいつもそうやけど、目の前の目標は絶対持っとるけど、ちょっと先にやる、大きい目標。ちょっと先。ちょっと先。だから、俺やったらずっとワールドカップに出たいって。まあ、あらあら、そうなんだ。まあ、まあ、ちょっと急がなあかんやつはあるんやけど、目標で。ちょっと急がな。うん。要するにオリンピック。ああ。まあ、せっかく早生まれなんだよ、俺。そうやな。まあ、まだ、可能性はゼロじゃない。可能性はゼロじゃないからさ。まあ、ちょっと急がな、ね、でも。早生まれです。まだ可能性あります。何十年もうちょっとなんで。待ってます、プレゼント。こちらは。え、でもオリンピックいつ？もう半年後ぐらいよ。そう、だからちょっと急がなあかんけど。特急とか乗らなあかん、多分。新幹線も。新幹線とか乗らなあかん。だからちょっと急がなあかんけど。まあ、それは、だから一つ目標として。オリンピックね。で、そのもう一個向こうはやっぱりワールドカップでも。次の。そうね。ワールドカップ出て。お母さんに見てもらえたよね。まあ、お父さんとか。サッカーやってたら絶対せん。そうそう。逆にあるだろ。いや、俺はもう、ワールドカップ。今はもうそうやな。その、大きいっていうか、俺の中での今の大きい目標は、ワールドカップや。それまでにいろいろあるけど、海外でやってるから。まあでも俺もいつかは海外行きたいなと思ったけど。そのために頑張らない。海外なんで行きたい？やっぱちっちゃい時はずっと思ってた。海外行きたいって。で今、結構言う人おり。海外行きたいっていう人はもう、うん、俺らの先輩たちが海外で活躍してくれたおかげで、そうやって海外、もう行く夢が近い目標に感じるけど、やっぱ口で言っとる人結構おるけど、うん、ほんまに目指してんのかなとか思う人も、まあ、おるちゃおり。なんでじゃあ行きたいのかとか、じゃあ行くためにどうすればいいのかっていうのは考えてる、ちゃんと。まあ、日本でとどまったらあかんなとは思う、俺は。うん、だから、やっぱ世界、サッカーってやっぱ世界や、まだ日本より。世界の方がまだ、うん、まだまだレベル高くて。で、上には上がおるけど、うん、下にはそんなおらんから。うん。だからやっぱ上を目指して、やっぱどんどん成長したよね、俺は。いうことよね。うん、そういうことだよね、やっぱり。サッカー以外の目標だったら、サッカーの方がいい。俺？うん。まあ一緒やと思うけど、俺と。サッカー以外？うん。生活面というか。なんで一緒？お前と一緒どういうこと？結婚したいとかじゃない。正解。そうやろ。正解。まだ、あれやでな。俺彼女欲しいなと。彼女欲しいです。そうなんでね。いいところな。結婚したいなぁ。パクより先結婚したいよな、俺は。子供いっぱい欲しいでな。うん。早く結婚せんと。俺も6人ぐらい欲しいな、やっぱり。俺もいつもそうやって言うわ。男6人欲しいで。うん。だから最後でいいかな、女の子は。ちょっと心配すんな、ちょっと嫌や、もう俺。ね、最後女の子と心配する。いや、そうやけど、ちょっと自分の年取ってから心配したい。その、男の子はもう勝手に育つってイメージ、朝の家の中では。そうやな。ええな、俺んちのお父さんとお母さん。楽しかったやろな。大変やったよ、楽しかったやろ。まあ、誰かおらんかな。いないかな。結婚したいなぁ。確かにな。まあ、もう俺なんて、海外おるで、出会いないしな。半年に一回だけチャンス。海外の人嫌？いや、嫌じゃないけど、まあ、難しいやろ。
言葉しゃべりやんし、価値観もやっぱ日本人と外国の人やっぱ違うし。それはない。綺麗やけどな。俺は日本人がいい。それは俺も一緒や、それは。海外でも行けるんだ、でも。別に行けるって言うとそんな、いいよ、海外の人も。綺麗だし。ただ、多分無理やろ。そういうこと。可能性的に俺は。モテたいんやけどな。俺、小学校の頃が一番モテとったけどな、俺は。小学校そんなサッカーできとったモテる。足早かったモテるで。小学校はでも俺とも食べるモテとったわ。いや、それはないな。絶対俺のモテとった。まあ、確かに、バレンタインいっぱいもらったと思った。羨ましかったもん。チョコ分けてくれたもん。ありがとうな、あの時は。まあ、まず聞いたときは、俺、友達から聞いたんやったかな、大学の。お兄ちゃんすごいなって言われて、全然その高野のニュースが見えんから。そう、アーセナルって聞いて、絶対嘘と思った、俺もそんな絶対嘘と思った。嘘ついてるんで、そう。ニュースが絶対嘘だと思った、俺は。そんなことないと思って。それは思うな。で、俺大学でも、そんなことないって言って、その、全然、気になってないふりしたけど、その場は。こっそりお前に出ました。ほんまなんて。タクってほんまなんだ。らしいよって。ちょっとそこでちょっと俺は焦った。俺も焦ったわ。そんな、行くって。そんなとこまで行くと思ったけどな。そやな。ちょっとなんかもう悔しかった。めっちゃ。もうでも結果的にプレイはできてないねな、そうなので。悔しいけどな。まあ、そんな悪くなかったとこでは。まだまだ。まだまだ。そうなんだよ。なんか簡単じゃないんだよ。やっぱプレミアリーグでプレイするってのは難しいでな。まず。そうだね、まず代表選ばれなかったっていうことよ。そうそうそう。よく俺は分かる。代表でプレイするのはもう大前提で。プラス、やっぱ自分のチームの活躍しないとできやん。できやんな。プレミアリーグは。